始まったかな、僕の名はですね、暗黒放送のですね、ファイティング横山です。まずは恒例のですね、乞食を消すコーナーです。うちの放送はですね、ギフトを1円もないもらわないですね、硬派な配信ですのでですね、ごめんなさい。ギフトの方は、切らさせてください。ポチン。すいません、ギフトはですね、もらえません。はい。今時刻はですね、まだ1時7分です。時刻はですね、1時7分。あれ切れてなかった？え、切れてない。うん。すっきりした。いや、俺言ってない言ってない。だってあのさ、日本円が使えないって言われる。日本円が使えないってどういうことなんだよマジで。日本円に価値がないというかわからんけどさ。なんか日本円出したいでね、両替しようとしたら、あのカジノやろうとしたらさ、ノーって言われてさ、だからすごすごと帰ってきた。うん。で、ご飯代だからみんなで割り勘だったけど、俺だけ出さんかった。うん。俺だけお金がないんで、一人だけね、一番年上の分際でお金がないんですってね、こうやってね、じゃあみんなで何万ドル、ね、ドル、何万ドン出そうかってなっててさ、そうしたら俺だけね、いやすみませんお金がないんですって言ってスーッと手挙げたら、ね、加藤純一がね、あ、じゃあ俺出しますよって言って、なんとねリアル乞食しちゃってすみません、ちゃんと明日返しますんで、明日飯代返します。ちなみにタクシー代も乞食しちゃった。うん、全部なんかだってて、ね、しゃあないじゃん、両替所一番高いところしかなくてさ、どこがレートがいいかってずっとピョコタンの探しながらやってたのね。でみんな今カジノとか行って楽しんでるけど、俺だけだって日本円しかないからさ、カジノも何もできない。だってドルしかダメなんだよ。うん、ドルしかダメとかさ、初めて聞いたよこんなの。もう日本円ここじゃ両替ノンノンって、ジャパニーズマネーノーってなっちゃってさ、せっかく会員カード作ったのにさ、せっかくさっき下でね会員カード作ったんですよ僕、カジノの、これじゃーん、ブラックカードでカジノの、ね、会員カード作ったんだけどさ、それもなんか使えなくなっちゃって、使えないって言われて。マカオは日本円？マカオは使えたかな？マカオは使えたけど、ベトナムのね、ここはダメだな。うん、遊びに来てる。仕事だよ。仕事。うん、いやー、でも、ご飯美味しかった。めちゃくちゃうまかったな。なんかね、24時間やってるところですげー美味しかった。あれ、ピョコダン戻ってきたかな？何の仕事？いや仕事だよ。ベトナムのね、ベトナム情勢を 見たり、ね、交流を持つって大事な仕事だからね。まあ、写真撮ってきたよ。パラパラって撮ってきたけど、いやすっきり何も予定やってない。うん、本当にね、僕なんかその疲れてる、ずっと17時間ぐらいずっと飛行機とかさ行ってたからさ、緊張して疲れちゃって。うん、時間外だってまだ1時でしょ。だって時間考えろって言われても、だってまだ1時10分だぞ。なあ、1時10分じゃん普通に。だから1時10分でやってますよ。3時なのそっちは。あ、そっちは脱税時間なんだ。へえ、脱税さんと一緒の時間なんだ。うん、いや ここのホテルは前回と違ってすごいいいホテル。前回ゴキブリの死骸とかがあってたのに、ここねじゃーん、結構綺麗でしょ。うん、結構ね綺麗めなホテルで、こっち僕のところでピョコタンがそっち、ただ気まずいのが、なんでスケスケのところにお風呂があるんだよな。なんでここさ透明感あふれてさ、お風呂これお風呂さ、お湯がこぼれたらさ、ここにダラってくるじゃん。これどういう仕組みなんだよ。あとさ、このいびつな形のね、デコボコのやつ、これ何ですか。これ何、このいびつな形のさ、この棒がここにポコンって置いてあってさ、おかしいだろ。同じ服着てホテル入っただけでさ、こんな部屋用意しやがって。しかもこれスケルトンじゃん。気まずいんだけど、これさ、なんでここだけスケスケにさ、透明感あふれるここにしてんだろう。なあ、すごいあれですよ。なあ、気まずい。うんね。ラブホじゃない、ラブホじゃない。あとすごいんですよ、ここ。一番安いランクでもこんなホテルなんだなと思って。うん。これ外がね、ちょっと今、外に出れてさ、見て、あ、ちょっと暗いかな。暗くて分からんかもしれないけど、これなんとここにね、語り合う、夜空を見ながら語り合うことができるんですよ、ここ。な、夜空を見ながらね。うわ、怖っ。何これ、落ちたら死ぬじゃんこれ。
ちょっと朝の方がいいかな。うん、これで9800円だったら安いと思うけどね。うん、っていう感じ。いや、なんか柵もなんもない。落ちたら死亡部屋です。うん、まあ、どんな感じでね、やってます。ご飯うまかったわ、うん、むしゃむしゃ食っちゃったわ。24時間やってるなんかレストランに行って、うんうん、これ見る？これこういうやつとかな、美味しかった、うん、なんかインスタント食だったけどうまかったな、うん、あとは何食ったかな、うん、これチャーハン、黄色のチャーハンだった。美味しかったです、ね、パラパラでね、すげえうまくて、オニアがすごいでさ、これのチャーハン最高ですよとか言ってさ、で俺これがすごい好きだ、これめっちゃうまかった、これ、これ、うん、いや今日うん、結婚式で一回あったけど、なんか、うん、あとこんなでっかい、あ、こんなでっかいカニもいましたよ。じゃあめちゃくちゃでかいカニがいた。ほんでね、一番みんなで人気だったのがこのね、エビ。これすげえ一番人気だったね。このこれがすごい美味しい美味しいってみんなが頭からかぶりついてた。うん、なんかね、うまかったよこれ、うん、ふびっくりするぐらいいいホテルですね。みんな配信やらないかな、俺だけだよ配信ね。え、なんか面白い、楽しそうにやって、みんなスロットとかサウナとかにちょっとかな。風呂入りたいんだけどさ、風呂入ってる最初にピョコタンが帰ってきたら気まずいからさ、一応断り入れてから風呂入ろうかなと思ってるよね。綺麗にやってんな本当に。俺ぐちゃぐちゃ、俺こうやって置いたらすぐボチャンってぐっちゃぐちゃにしてさ、ポコンってさ投げ捨ててるからさ、盗まれてないよな俺、うん、明日三脚も買ってきたんだ。三脚も持ってきたから、三脚も使おう。これ忍法からパクったね、今日もあった。これガムテープ、これ別になんか縛り付ける気がないぞ、固定させるためのガムテープ、うん、いや日本円と両替ができないのが痛々しいわ。日本円となんで両替できないんだろうなマジでさ、うん、それができれば俺も今更さ、カジノ行きたかったのにさ、ぼっちですよ本当に、一人ぼっち。みんな楽しんでるじゃん、両替しときゃよかったわ本当に、両替しときゃよかったわ普通にさ、うん、いやそういうことはしないよ、ピョコタの荷物は荒らされとか、うん、ドラクエよくやるの。いや何もやったね、散歩はね、外ね危ない、外マジ危ないわ。なんかバイク乗ったらね、なんか暴走族みたいな二血三血当たり前でさ、ずっとブン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 言わしてたから、あと英語が喋れないからさしょうがないよ、うん、ふう行かない、そういう女会に来たわけじゃないからさ、うん、僕はちゃんとね仕事できてるから、はあ、パトロール、いやちょっと今日疲れててるさ、今日本時間だと4時なんでしょ、さすがにもう無理だわ、さすがに日本時間の4時は無理だから、明日やるよちゃんと明日、
明日しっかりとねまたちょっと配信するから、一人でこもってないしの寂しいから配信つけた。あ、戻ってきたかな、ピョコタン。今ゴボボって音がしたよね。帰ってきたかな。いやだってなあ、ベトナムって何がメインなの。フォーが一番俺が美味しいと思った。フォーっていうね、なんかね、米で作った麺のやつが一番美味しかった。お金持ってきたよ、いっぱいで、まあそれは他の人たちよりではないけど、たくさん持ってきた。すられますよって言われたけど、ねえ、たくさん持ってる。仕事に来たから。ベトナムまだ行って部屋で、いやすごいこのホテルでかい。ちょっと見せてあげたいぐらいだわ。探索してすごいですよっていう部分見せてあげたい、リスナーさんに。な、一人で部屋でこもっててさ、せんずりするわけでもないし、どうしたらいいか分かんないよって。何してられるんだろうよ、ここで。ホテル散策いいよ。あ、でも鍵がないと。誰も、あれあれ、鍵がないんだけど、あれ、アスペルガーかなんかの病気なのかな。鍵どこ行ったんだ、カードキーの鍵が。あれがないと入れんくん。どれだこれ、これかな、これあった。ちょっと一旦止まります。行かないだ、日本円使えないんだもん。だってドルしか、ドルかドンとしか使えないって言われたからさ、宝の持ち腐れですよ。めちゃめちゃ広い。だって誰もいないもん。だって誰もいません。なんかお城に来てるみたい。お城みたい、まるで。あれが上から落ちてきたらどうなんだろうな。ドーンつって閉じ込められるんだろうな、鈴が落ちてきたら。
あれ俺部屋何番だっけ。外はあんまり何もないです。外は何もないです。あれ何番だっけ。ただ広い。いや両替してくれよかったのに。フロントでこれってやってくれるの。あのジャパニーズマネー、日本円を両替したいって英語で何て言うか教えて。あのフロントの人に聞きたいんで、あの日本円を両替したいんですけどって、なんて英語でカタカナで書いて。エクスキューズミー、エクスチェンジ、エクスチェンジプリーズ。あ、すいません、あのジャパニーズボーイ、ジャパニーズ、あのジャパニーズ、いや、ああいう、あのエクスキューズミー、あのエクス、あの、チェンジ、ジャパニーズチェンジ、あのフロムは、あ、イエスアイドゥ、あ、イエスアイドゥ、あの、エクスキューズミー、あの、ジャパニーズ、あのマネー、チェンジウォンドント、ジャパニチェンジ、エクスチャンチェンジ、ジャパニーズマネー、エクスチェンジドンフロムイエン、ドル、ジャパニーズマネー、マネー、あ、ジャパ、あ、17、あ、チェンジ、オッケー、オッケー、あ、イエスアイドゥ、ジャパニーズ110100、オッケーオッケー、チェンジマニーオッケー、あ、イエスアイドゥ、サンキュー。あ、ここでできるみたいだね。あとでちょっと変チェンジしてくるわ。なんかチェンジできるって聞いてたからチェンジしてみるわ。うん、できる。あの両替17万っていいの。換金率どっち、換金率どうなんだろうな。イエスアイドゥって、はい私は分かりましたっていう意味じゃないの。なんか間違った英語使ってました私。丁寧な言葉じゃん。壺亀がありますね。しかも湖真っ暗、真っ暗です。ここは何なんだろう。ここは部屋が分かんないんだ。帰り道がどこだよ部屋、ね、どっから来たっけ。いや書いてない、日本語で書いてないよ。どこだよ。広すぎて。なんで自転車があるの。あ、これ自転車貸し出ししてるんだ。1、10、100、1000、万、10万、1、10、100、1000、万、10万、10万か、ちょっと高いね。それの、いや外で自転車とかでもいいかもね。どこなんだよここ。
回くらいな、6回だったね、6回だった。でも両替できるなら両替しようかな。誰かに見られてる感じがするんだよ。なんか不安で、なんか部屋戻るか。誰もいない、人が、お客さんもいない。どこだ、いない。両替しようかな、後で。墓地では怖い。いや俺さ、別にカジノはなんか配信ダメって言われたし、探検外怖くないだって。だってこの時間何もやってないよ、俺しかいない。部屋何階なんだよここ、教えてよ誰か。広すぎて覚えられないんですよ。どこだよここ。どこなんだよ。わかんない。どこだよマジ。じゃあこっちじゃないよな。あっちにちょっと人の声が聞こえる。いやいいわ、こっちのエレベーターは使えるな。
暑い、本当に暑い。ちょっと一体終わっていい？あ、ちょっとこの枠消します。このタイムシフト消します。すいません、ちょっとこのタイムシフト一回消します。はい、ごめんなさい。うん、一回消します。だから動画職人も動画上げないでね、よろしくね。うん、なんで？いや、なんでって別にいいじゃん。うんうん、特になんもないし、特になんもないし、あれだから、うん、デリーそんなある呼ぶわけねえだろそんなもん。暑い、うん、じゃないと人の悪口言っちゃうよまたね。あんまりそうやって悪口ね、俺の悪口書くと俺も君の大好きな配信者の悪口言っちゃいますよね。それが嫌だったら書かないで、うん、君の大好きな配信者の悪口言うけどね。誰ゲウって、何がゲウだよな。ぶりっ子声にサングラスかけて、私横山みどりっていう人、あの人3人もやってるじゃん、ニーニーとかで、お前は死んで償うべきだよとか言いやがってよな。お前みたいなさ、顔も出せずこじき三昧のさ、スカトロ女に言われたくないわ、気持ち悪いな。何が私のうんこ見たいんだ、見たくねえよ気持ち悪いな。よくあんなこと言えるよな。だから顔隠してんじゃないの自分で、ね、ベトナム明日外配信だよ。明日外配信、暑くてさ、もう風呂入んだって。なんでここのお風呂さ透明感丸出しなのマジで、ね、なんでここベッドとさお風呂がさ丸見えの状態なんだよな。こんな作りに誰がしたんだよ本当に。なんでここさ、しかも、うん、よくよく考えたら作りがおかしい。ゲイカップル用なのこれ。ゲイカップル用にこんなさ、いびつの形したさ、なあ、いびつの形したデコボコのさものが置いてあったり、透明感丸出しのさ、スケルトンのさシャワー室があったりさ、おかしいだろ、気まずいわこんなの、うん、終わるわとにかく。暑い、もうピョコタンたちいいな、カジノ行って俺も行きたいよ。でもさ、なんかあのレートがやばく、レートが170万だったけど、いいのが1万円札で170万ドントだったかな、ここの国は。それなんかレートが分かんなくてさ、少しでもレート安くしたいじゃん、レート。いやいや、だって日本円使えないんだもん。だってベトナムドン、うん、知らないよ日本円でいくらかって。感覚がわからない、本当に感覚がわからない。その丸の数が多すぎてさ、わかんないよ。うん、寝ようかな明日の日備えて。明日早起きだからさ。あ、だって両替できても、なんかその レートによってさ、安かったら嫌じゃん、損した気分にならない。仕事明日から、今日は来たばかり、うん、一人で配信いいでしょ、配信好きなんだから、うん、じゃあ終わりますか。ありがとうございました。終わるか。茂原の定状態、それ最低の言葉だよ。茂原に、ね、なぜかちょこちょことついてきた定がぼっちになっちゃって、ね、自分の顔だけドアップにしてさ、終始無言で誰とも絡めずね、すごすごと変えてって自分の部屋の中で、ね、細々と放送してる時だけが一番元気っていう、その状態で一緒に言われたら、俺だってもう合わす顔がないよリスナーさんに対して、うん、1万だと178万ドンっ
ていうことは、あ、ねね、今いいコメ、いいコメントがあった。178万だった、これ下のレート170万ドンだったけど8000ドン損してない、そうすると下の、ね、ホテルの両替だと170万ドンでっていうことは8000ドン損してる。8000ドンっていくら、8000ドンって80円、8000ドンっていくら、400円も損するんか。じゃあ10万円換金すると4000損するってこととか、そうすると800円もいや損するな。だって400円も損するじゃん。なんで手数料取るんだよね。400円の手数料取るってさ、何し、じゃあ良心的な方なの、ね、もっとやばいところあるの。ちなみに空港で撮ったやつ見せてあげるね。空港で撮ったレートのやつ見せてあげるわ、いくらかって。空港価格はですね、どれだったかな、これだ。空港だとこちらです。どん、あれ、空港だと181円だ。こっちの方が得なんじゃねえの。空港だと181円ってことはどういうことなの、これ。どっちが得なの、空港だと181円ってことはどっちが得なの。100、どういうこと、169円、8000ドンは40円、いや400円って聞いたよ、だって。え、じゃあ空港の方が得じゃん、ホテルよりも。空港の方が得ってことでしょ。じゃあどこが両替するのがいいんだろうな。だって1円の差でさ、戻るのおかしいでしょ。上はわからない、英語でわからない。あれ、うちの放送連投一発 NG だから気をつけてね。連投行為禁止なんで、連投行為禁止なんでやめてください。じゃあ NG 一人入れます、すいません。連投行為を繰り返す人がいますので、ちょっと一人だけだけど申し訳ないけど NG 入れます、ごめんなさい。ユーザー NG 登録、連投行為禁止なんで、すいませんね。1週間だったら解除されるから、ごめんなさい。うちの放送ね、下に書いてある通り連投行為禁止なんですよ、ね、どれかは言いませんよ。連投禁止っていうのにずっと連投行為をね繰り返すとね、他の良質なコメントが逃げちゃうんですよ。だからです、ごめんね。海外行くとね、なんかもう今疲れてんの、実は。空港でずっとさ、何時間も乗って、だからね、まあそのうち解除されるから待ってて、そのうち解除されますから、だってみんなでこうやって歩いてたんだよ、これ。空港からみんなでこうやってなんかね、空港からね、こうやってなんかバス乗って歩いてた、なんか普通飛行機からつながってるかと思ったら、なんか、激混みだった、ホテルでぼっちで寂しく過ごしてますよ。日本円しかも、だって変なんかで、基本いくらだったらいいのかが分かんなくてさ、まあ、ケチって言われるかもしれんけど、なんか損した気分になるのが嫌なんですよ。損した気分になるじゃん、なんか手数料とか言って400円も取られたら、1万円あたり400円も取られたらさ、嫌になっちゃう。写真パチパチで適当に撮った。写真はパチパチって適当に
撮りました。間違えた、これじゃないわ。うん、疲れたわ、寝ようかな。うん、外だって真っ暗だもん。外真っ暗だからさ、あ、風呂入ろうかな、ピョコタが言って外行ってるのに。そうしよっか、お風呂に入ろう。でもこの風呂すごい気まずいんだけどさ。もう透明なんだって、丸見えじゃんここさ。だからおかしいんだよこれ。なんでこれびしょ濡れじゃん、しかも。何これ、なんか濡れてたら嫌だしさ、うん、どうやっていく。でここびしょ濡れのまま歩くってことなの、ここじゃ。びしょ濡れのままここからここに移動するの。そうするとラブホじゃないですよ、ちゃんとしたホテルだよ。これトイレだし、だってこれシャワー浴びてる最中にトイレ行きますって来たら嫌でしょ。あ、お湯入れよう、お湯入れたい。これどうやってお湯出すのこれ。おお、これお湯が出ないんだ。全然お湯が出ない。なんで。全然お湯が出ません。サウナ行きません。終わるか。あんまり浮かれて俺の悪口書いてるとや、海外まで来てな、ここのね100万ドルの夜景、あれ撮る、このベトナムのね、ベトナムのね、日本から4000キロメートル離れたねこの地域からね、私もですね、まだまだありますから、うん、安いです。あ、でも別にパスポート取られたからいいよ。全然お湯が出ないんだ、やっぱり。やめよう。
パスポート、いやなんか最初にホテル行くときにパスポートで写真写メールで撮られてたからさ、多分なんか悪いことするやついるんじゃないの、おそらく悪いことするやつがいるんでしょう、おそらく。明日大変ですよ、もう明日配信しますから明日配信しますからね。今日はもう部屋でブツブツとねやってますけど、つかベトナムって何がメインなのか俺さっぱりわかんないですよ。前回行った時はなんかそのベトコンのその戦争の行ったところになんかなんとなく覚えてるのはベトコンの戦争のところに行った記憶がある。何あとフォーが美味しかったのは覚えてる。すごいフォー、俺フォー好きだからフォーとパクチー食べてた。パクかパク、うん、あそうだ、アシッドさんにあった、あの時アシッドと総師範圭介君がいたんだったわ、思い出したわ。それも出したわ。ネルさんいませんよ。なんでベトコンが差別用語なのか逆に教えてください。眠くなってきたわ今深夜戦、飛行機全然眠れんかったからさ、うん、ニコ生の今日どんな情報があったか全然見れてません。だからニコ生全然見れてません。何が起きてたんだろう今日は。中学生だけどみどりさんいつもこうなのどういう意味ですかそれ。野菜でエロ配信、それしかネタがないんでしょ。野菜で下ネタね、野菜を口に加えて下ネタ配信か誰かやってたの？見てないし興味がないです、うん、天井しか映してません。もう眠くでしょうがないもん今。明日が本番だよ。今日は無許可でホテルの中をね散策して写しちゃったから念のために消しときます。理由はパスポートをキャプられたからです。何かあったら怖いから消しときます。追い出されたら嫌だもん、うん、おい養女村に行くわけねえだろお前。ゆいかかこの野郎な、ゆいがさんですかあなたね、誰が行くんだそんな村にな、便所太郎じゃあるまいし行くわけねえだろそんなところにな、ワン太郎とか便所太郎じゃあるまいしそんなことで行くわけねえだろ。あ頭いて、あ体が重いわ。でもね、なんかちょっとじゃあ明日早いから寝ますね。だって真っ暗だもん外行ったところでさ、真っ暗だからちょっともうちょっと明るければさ街探索できたけど、さすがにもう寝る時間でしょ。うん、だから今日はすいません、今日はすいませんがちょっと寝かせてください明日に備えて。ごめんなさい、今日はお許しください。もう風呂入りたいけどなんか配信つけながら入ったら嫌だよ、バンされたら嫌でしょ。そんなエロ放送じゃないからさうちの放送は。
風呂もお湯が出ないけど、なんでお湯が出ないかが分かりませんわよ私にとっては。お湯ね、冷たい風呂に入ったってしょうがないでしょ、疲れ取れないし。でも日本っていいよな本当に、治安いいし空気きれいだし、なんかもうすでにさ、俺日本にさ、ね、日本食が食べたくなってきちゃったよ。うん、日本が恋しいよ。格安空港ですごい、ね、あれだったけど、うん、だって日本で税金高いじゃん、医療費も高いし、税金大国だしな。だってこっちで俺びっくりしたよ、ペットボトル1本50円ですよ普通に考えて、あっち130円じゃん、なんでこっちの国は50円なんだよな。仕事だよ大事な、これも俺が遊びに来たと思ってんのじゃ、ベトナムにさわざわざ5日間もさ休暇取って、それはないだろどう見ても、本当に仕事で来てるからね、うん、これも大事な仕事だからさ。はぶられハゲ、お前さ書いていいことと悪いことの違いもわからねえのね、何がハブレハゲじゃんこれ。俺がすごすごとさ会話ができないからって部屋に逃げ込んできて配信つけたって言うんじゃねえだろうな、まさかな。誰とも喋れなくてさ、コミュニケーション取れないもんだから、みんながでさカジノやってるさなかスーッと消えてね、一人だけ部屋に入ってきて寂しいもんだから枠取ってさね、だと思ってんだろうどうせ。ハブハゲってやめろよマジでさ、薄気味悪い。何しに来たって明日が本番だよ、今日はね食前酒みたいなもんだから、今日はただの前儀ですよ、明日が本番だから今日はいいんだよ。だから夕方の、あ今深夜のそっち4時でしょね、4時でしょ、ナイトクラブ嫌ですよ、だって、金払ってはぶられるとか悲しいな。終わります、ありがとうございました、わーわー言うとりますが失礼します、さようなら、もういいや、やめる。